ところに、ワクチン界という穏やかな世界がありました。ある日、そこに保管されていたウイルスの親玉、アングラーが逃げ出し、地球へと逃亡してしまいました。困ったワクチン界の女神、マヤは、麦丸に、アングラー捕獲を命じました。けど、ワクチン界の者が地球で魔法を使うと、暴走してしまうのでした。そこでマヤは、地球の人間にこれを使ってもらって、アングラーを捕まえるようにと、魔法のバトンを麦丸に託しました。そんなこんなで地球に着いた麦丸は、偶然出会った小麦に手伝ってくれるようお願いしました。魔女っ子のコスプレに興味があった小麦ちゃんは、ことの重大さを考えずに、ノリと勢いで了解しちゃいました。というわけで、マジカルナース小麦ちゃんが誕生したのでした。細かいこと気にしない気にしない。んじゃ、一番小麦、行きまーす。激突、小麦対ヒッキー、秋葉原最大の戦い。あれ、あたし、またやっちゃった。何よ、あんただってカチンコチンだったくせに。あれが、何もせずにぼーっとしてただけじゃん。あんたとは一回蹴りつけなきゃならんようだね。あ、京介くん。優しいんだ、京介くん。手追い込むクソガキ、何やっとるんじゃ。そうだね、ルナちゃん。その年下カルナ、絶対ぶっ殺す。ちょっと、アスカちゃん、ごめんなさい。私何度もとちっちゃって。そんな、京介くん、ありがとう、二人とも。うん、次こそ絶対クリアするから。反省してまーす。しょぼーん。ゆい社長。めぐみー。け、こよりちゃんに雑誌のグラビア取られまくってるくせに、落ち目父女。うん、こ、す、す、ね、アイドルですよーだ。なによ、ちょっとスタイルがいいからって水着のグラビアばっかり、そればっかのくせに、黙れ父女。なんすきゃ、めんまくせ。今日は一日怒られっぱなしだったにゃん。だって、あんなにドッタンバッタンしてたらセリフなんて飛んじゃうよ。なにや、麦丸ったら偉そうに。よーし、見てろ。今週末の秋葉博では、みんなの注目を一心に浴びてやるぞ。そういえば、最近ウイルス見ないね。いなくなっちゃったのかな。そっか。よーし、とりあえずウイルスも仕事も、かかってこい。そういや、なんで麦丸も一緒にお風呂入ってんの？麦丸やってる！早く変態やって！やーこっちー！うるさい！かよりちゃん、やっほーい！さっさと座れ！趣味ません。さあ、登校拒否かな？そんな素振りはなかったけど。パソコン、それまた急にどうしたの？売れっ子アイドルは大変だね。ホームページまで作らにはならんとはね。いや、しっけしっけ。うん。けど私は機械全然ダメだから、マネージャーのシロちゃんが作ってくれてんだけどね。そうだにゃ。羽田くんオタクっぽかったけど、むしろそのことを誇りに思ってるとこあったよね。こよりちゃん、フォローになってない。ところで、あさっての秋葉博はこよりちゃんも出るの？うん、出るよ。京介くんと？なんで？どうして？京介くんとか、羨ましい。なんでもないよ。ちょっと殺意が芽生えただけ。悪気はないのよ。ちょっと！ねえ、シロちゃん！これ、何？だからそうじゃなくって！何よこれ、問題だらけじゃない！バッチリじゃねえか。じゃなくて、こんなのコスプレじゃない！ひどい。これじゃこよりちゃんの言ったまんま。めぐみ、なんであんたがここにいんだよ！こよりちゃん！いくらお主でもあの娘っ子には勝てまいて。あ、ひょ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 。くにゃーん、もうダメー。
じゃあこの辺りにウイルスが。あそこだ。うわ、もう始まっちゃってる。ラジャー了解。パラソル光るクロファレグキラキラヤズミフェニパーリー。呼ばれて飛び出てジャ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 ー。マジカルナース小麦ちゃん誕生。ちょっと大きすぎない？まずい、非常にまずい。恐るべしコピペ光線。いいから向こう向いて、ダイヤがやるか。マジカルクーパー、やめんか、このドスキベモンスター。ちょっと待てよ。何？言って止まるか。どうしようこれ。ねえ、麦丸、あれ何かな？電源だ！マジカルメス！それ！やったー！あ、逃げてく！よーし、マジカル注射器、バーン！よーし、突撃！で、あれ？ここって金田くんちじゃん。ちわーっす。開けてください！学校に来ないの？みんな心配してるよ。仕方かよ。金田くん、ちょっと待ってね。今助けてあげるから。どうなの、麦丸？よーい！あれ？何これ？厨房だ。叫んじゃないわよ。オッケー！あなたの心に癒しの光届け、愛の魔法。萌え萌え、メディカル今よ、捕獲完了。じゃあきっと明日から学校来るよね。え、お仕事？いやー、忘れてたー。とりあえず超特急で戻るぞ。もう片付いちゃってる。あ、でももうあれ着なくていいのはラッキーかも。何その格好。お似合いお似合い、シロちゃんかわいい。来まして来まして、小麦ちゃんです。次回はお台場を舞台になぜか巨大ロボが大暴れ。ん？後ろのシルエットは、ということはあの人も登場。次回ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテ、恐怖メイド魔法少女降臨、お台場登場決戦。もういっぱいいっぱいっすよ、吉田さん。こんにちは。中原小麦です。麦麦小麦ちゃんって呼んでね。いつもはこんな感じでコスプレアイドルやってる17歳。最近ちょっとは人気が出てきちゃって、もう大変で、今日は見ての通り新曲の発表イベントなのです。こんな大忙しな毎日を過ごしてるんだけど、実は私ウイルスから地球を守る魔法少女もやってたりするんだよ。あった、これはみんなには内緒内緒。なんだ？じゃ、もう一丁いっときますか。恐怖メイド魔法少女降臨、お台場少女決戦。これ、握手会だよね。あ、すげえ。あ、後藤くん、元気？相変わらず挙動ってるよね。プレゼント？ありがとう。うわぁ、すっごく面白そう。家でちゃんと読むね。うん、ありがとう。楽しみにしてるね。てへ、ありがとうございます。はい。また出た、父女。キシシシシ。父を笑う者は父に泣くですんだ。そっちこそ黙れ、牢屋中継アイドル。次の仕事くらいすることあるわい。なんと、すぐに、すぐなしねえやっぱり。あ、京介くーん。番組の打ち合わせ。京介くんはドラマの撮影できました。邪魔すんな、父女。だいたいなんであんたがここにいんのよ。ほほー、そいつはまた重要な役どころですな。めぐみさん。だって
今んところウイルスは大したの出てこないし、お仕事は順調だし、言うことなしだね。まさに絶好調。ところで君も懲りないね。なんでここにいるのかにゃーさん。麦わら作るエッジ先生エッジ、うっさー、恐ろしい。ねえシロちゃん、中見に行ってきていい？ちゃんと帰ってくるからさ。ダメだ。ねえなんで、いいじゃんいいじゃん。ジョンベン娘、あんま何度も言わせんなよ。もう怒りのオーラが見える。いいのいいの、時間までに戻りゃ OK っしょ。いえ、ちょっと違うような気がするんだけど。え、どこどこ、幼稚パラソル光る黒羽根、メッセージに振り返り、実体を見せぬ白い影、マジカルナースつむぎちゃん参上って、あんた誰よ。麦丸、知ってる？いいわよ、別に。どうせ私邪道らしいし。だって、話長いしよくわかんないんだもん。あ、はいはい。じゃあ続けて。こしゃくなー。みんなー、こっちに注目。私だって頑張っちゃうもん。ならこっちは大サービスだぞーい。何よ、結構乗ってたくせに。何？まあ今さらこのアニメで何やったって驚かないけど。侵入言うな。麦か。エロウサギ。うーわー、先越された。悔しい。小麦ちゃん。マジカル注射器。ああ。ホエーバーで追っかけてくる。なことよりなんか使えるもの。にゃバードゴー !4158! コウモリちゃん、コスプレで反逆でゴー！よし、みんな、合体だ！ラゴー判定、ホットフェニックス！ケン、バードミサイル撃たせてくれ！よすんだ、ジョー！ケンの話でも、もう勝手にやるのに。バードミサイルは危険だ。やめたまえ。いや、あんた誰無事！もう我慢ならねえ！だから危険と言ったろう。そういう意味もさ！連続で逃げるぞい！よし、こうなったら超バードミサイルだ。やっまえ、アリキー。期間、超バードミサイルはさらに危険だ。超バードミサイル、発射！もう、よー、燃えてるぞ、アリキー。燃え、燃えだぞ、アリキー。だから超バードミサイルはさらに危険だと言う。よし、こうなったら、探すに行こう、ひながり。はじむきゃー！行けー！あー、面白かった。さて、じゃあ最後の仕上げといきますか。あなたの心に癒しの光、届け愛の魔法、ぬいぬいメディカル、やばい。さて、次は何のコスプレしよっかにゃーまあまあ、そう言わずに、一件落着したんだし、いいじゃん。ほうほう、一件落着ね。あら、シロちゃんいたの。シロちゃん、影のある顔も素敵。劣勢だぞ、これ元雪は絶対許さん。シロちゃん、お助け。待て、これ